品種のイジャスラフ3世を発見する、ロスチスラフ1世とムスチスラフ2世。イジャスラフ3世はキ、キエフ大公。キエフ大公ソビアトスラフ2世の孫で、ダビドの4男にあたる。母は、フェオドシアボー、キエフ大公フセボロド2世のいとこ。モノマフ1門とチェルニゴフ1門との大公くらい。争いの真っただ中で1154年に、イジャスラフ2世が死去する。 彼を継いだ、ロスチスラフ一世を、イジャスラフは、キエフ対抗として認めなかった。ロスチスラフが、イジャスラフに、その承認を求めに、チェルニゴフに来た際にもイジャスラフはこれを拒絶した。その結果、両者は、軍事衝突に至り、イジャスラフが、ロスチスラフを打ち破る。キエフ市民は、イジャスラフを公として迎え入れる。しかし、北方のユーリー・ドルゴルーキーが彼に抗議し、 イジャスラフは、キエフを捨て、チェルニゴフに戻った。キエフはユーリーにより占領された。イジャスラフは再度キエフ対抗を目指すが、ユーリーの息子グレプと自分の娘との結婚により、両者の間に同盟関係が生まれた。だが、1157年に、ユーリーが死去すると、ポーロビツ人の襲撃を恐れるキエフ市民により、再度キエフに招かれ、対抗位についた。しかし、 これを心よく思わないガーリチのヤロスラフ公は1159年にイジャスラフを破り、その結果イジャスラフは逃亡した。その後、再度、キエフを保守し、1161年に、これを征服し、再度大抗位につく。しかし、全大抗ロスツラフ一世との和平交渉に、失敗し、ロスツラフ軍の増強を前にして逃亡する。しかし追ってにより殺害された。 ありがとうございます。